ロで結婚でフィガロを演じます黒田博史です。今までに伯爵も演じましたし、フィガロも演じましたし、それぞれキャラクターがはっきりしていますから、演じることはとても楽しいです。フィガロはやはり最初結婚をする、スザンナと結婚ができるという喜びの中で、ちょっとそうですね、頭がボケていますけれども、やっぱりそのフィガロの結婚の最初のオペラのスタートの時点での頭のそのネジの緩み方がですね、どんどんキリ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 また巻かれていって、ちゃんと頭がしっかり回転するような状態になっていくという、そこをうまく描ければいいと思いますし、そうやってちゃんとネジを巻き直してしっかり頭で考えられることになる状態になったにもかかわらず、より女性の方が一歩も二歩も上に行って策略をしている、そこに対してまたフィガロ自身も騙されて、また嫉妬にもなるというような、そうですね、感情の起伏がうまく出せればいいと思っています。特に私は2幕のフィナーレが大好きなんですけれども、この幾何劇の中に突然現れたその天国のような音楽が非常に美しくてですね、ここを聴くだけでももうフィガロの結婚の半分の楽しみは、私はこのためになんか歌っているような気がいたします。っていうと良くないですね。他のところもいっぱい美味しいところがいっぱいあるんですけど、特に僕はここが大好きです。モーツァルトの作曲のフィガロの結婚、音楽自体がもう躍動感があって本当に楽しいオペラですけれども、今回の宮本亞門演出でより躍動感のある発揮とした人間像が浮き彫りになっております。本当に楽しい、フィガロの結婚というオペラ自体が楽しいんですけれども、より一層それが倍化しているように感じます。ぜひお越しください。